メンテナンスということで、今から心理テスト始めますね。心理テスト。やったー。やったー。ちょうど受けたかった。待ってました。ちょうどね、ちょうどそうっす。実はそうフォールゲーツやる前にやろうかなって考えて。いやもう。だからそれないと始まんないっすよ。フォールゲーツがもうハブぐらいの感じでね。そこからね、まずは探り探り。そうですね、相手のその心持ちが分かれば仲良くなれるかもしれないですもんね。じゃあ、そうだからね、今日は言いますか、ブレイクオーディー。はいはい、お願いします。これ人気ランキング高いわ。お、気になる。わかんないけど、今もこれ、でも答え見なくて大丈夫かな。まあいいか。あなたを間違えて今押してしまい、無言で切ってしまいました。あ、やっちゃった。あらま。するとベルが鳴り、受話器を取ると、うん、今間違って電話をかけた相手でした。はいはい。わ、その人に何て言いますか。なるほど。え、間違い、どうする、もう一回聞く、どうする。間違い電話をまずかけたと。はい、気まずくなって切ったと。まあ、気まずいか、まあ、自分が切っちゃう。すると、ベルが鳴り、もう一回かかってくる。受話器を取ると、そう、かけた相手だったと。あー、もうあの、何と言いますか。まあ、自分も、無言で、着去。うん、着去。ヒロはね、ごめんなさい、でも、うん、そうだな、あ、もう言い訳しないな。ごめんなさい、間違えた。シンプルに素直。うん、ああ、まあでもね、これ実際あったから。うん、ああ、なるほどね。体験した罪なのか。ルルちゃんは？私も一緒かな。謝っちゃう。謝っちゃうんだ。ごめんなさい、間違えましたって。いいね、うん、すぐ言ってしまうかも。ね、焦って言うよね、多分。言う。ふわふわ？あ、俺はもう何時だと思ってんだっつって切れますね。もう夜にかけてるから。そうっすね。逆に相手が間違えた感を出すけど、やっぱじゃと思ってな。いかに洗脳できるかなのかなみたいな。あ、やらせていただいて。いや、それすごい。いけるかな。これはね、逆転の発想。頑張る。これ答え。あ、浮気がバレた時の言い訳だって。あー、気まずー。なるほどね。逆切れやばいですね。お、逆切れやばいな。何お前、なんで俺が浮気しちゃダメなんだ。お前が悪いんじゃないかって。あー、なるほど。ほっとくからね。いや、ホストっぽいな。いや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 。逆切れか。いや、心理テストなだけですからね。そうだね。ヒナとルルちゃんは謝る。謝る。謝る。でもクズハもあれだよ、着拒否だよ。どういうことなんだろう。 いやもう気まずいなんだ。ブロックだからな。ブロック。おい、もう LINE とかいろいろブロックでしょ。あ、悪くはないよな、さすがにね。まあ一番不安がやばいけどね。逆切れやべえな。